世界一有名な釣り動画。はい、どうも皆さんこんにちは、カシーチャンネルでございます。皆さんは釣り動画ってご存知でしょうか？ YouTube やニコニコ動画では視聴者の目を引くようなサムネやタイトルをつけて全く関係のない映像を流すことを釣りと呼びます。よくあるのがね、エッチなサムネイルだと思って動画クリックしたらガチムチなおじさんのパンツレスリング動画が流れてくるみたいな感じです、まあ、ということでね、今回紹介するのは日本ではなく海外で有名な釣り動画リックロールについてざっくりでありますが回数紹介していこうかなと思います。では行こう。インターネット黎明期、英語圏の画像掲示板である 4chan においてエッチな動画を称して全く関係のない別の動画にアクセスさせる釣り行為が多発していました。その中でも特に有名だったのが、 URL をクリックするとダックロールと呼ばれる車輪のついたアヒルのおもちゃの動画が流れるといったシュールすぎる釣りネタが当時のネット界隈ではブームになっていました。なんかこいつデジモンに出てきそうなデザインしてますね。しかし2007年頃からこのダックロールの代わりにリック・アストリーさんという歌手のギブユーアップというミュージックビデオへ誘導するといった釣り行為がブームになりました。リンクに飛ばされた瞬間といったおしゃれなイントロが流れ始めて、若い頃のリック・アストリーさんが軽快にリズムをとっている映像が流れるといったものです。そしてね、先ほど紹介したアヒルのおもちゃの釣り動画のダックロールという名前とリック・アストリーさん本人の名前を組み合わせたリックロールという名前で、この釣り動画はどんどん有名になっていきました。しかしね、あまりにも有名になりすぎたため、リック・アストリーさん本人もこのネタを認知することになります。ある日突然アストリーさんはカリフォルニアに住んでいた友達から謎の URL が送られてきました。そしてね、それをクリックすると自身のミュージックビデオが流れたそうです。その出来事がきっかけで、当時ネット文化に疎かったリック・アストリーさん本人もこのネタをね、認知することになります。リックさん本人に動画のリンク送った友達が面白すぎますね。しかし当時はね、こんな感じで自身のミュージックビデオがネタにされていじられているのをあまりよく思っていなかったそうです。ですがこのリックロールをきっかけに自身の音楽活動を認知してくれたり応援してくれる人もどんどん増えていったのも事実で、現在ではアストリーさん自らがネタにするぐらいこのネット文化を歓迎しています。いや、リックアストリーさん成人すぎますね。心広すぎるやろ。そしてなんとね、現在では YouTube に公開されているリックアストリーさんのミュージックビデオは12億回以上も再生されており、コメント欄では多くの人が釣られてきましたとコメントを残しています。まあ、こんな感じでね、ネットミームになってしまったリック・アストリーさんですが、曲自体はね、めちゃめちゃ有名なヒットソングで超おしゃれでかっこいいんで、ぜひ皆さん一度ね、このリック・アストリーさんのギブユーアップを聞いてみてはいかがでしょうか。